こんにちは、富士広報室の山中です。9月に入り、少しずつ秋の気配を感じるようになりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝晩と涼しい風が吹くと季節の移り変わりを感じる一方、まだまだ日中は暑い日が続いています。その気温差で体調を崩さないよう、秋服を準備するなど対策をしてみてはいかがでしょうか。それでは富士市からのお知らせです。2016健康祭りを開催します。日時は9月18日日曜日の9時から13時までフィランセで行います。今年のテーマは健康で笑顔あふれる明るい富士市です。内容はカムカムケア8020コンクール表彰、各種健康チェック、健康相談、ミニ検診、スタンプラリー、検診者による結核・肺がん検診などです。お問い合わせは2016健康祭り実行委員会事務局、健康対策課、電話64-8990へお願いします。安全な秋山登山を心がけましょう。秋山登山を楽しむために次のことを心がけましょう。秋は寒暖の差が大きい季節です。十分な装備と食料でゆとりある計画を立て、経験、技術、体力に合わせた安全な登山を心がけましょう。経験あるリーダーのもと、複数人での登山に努めましょう。登山中も気象状況を定期的に確認しましょう。携帯電話や無線機などを携行し、非常時の通信手段を確保しましょう。入山時には登山ポストに登山者カードを投函し、家族や職場などにも登山の計画を伝えておきましょう。登山のルールやマナーを守り、お互いに楽しい登山をするよう心がけましょう。お問い合わせは消防本部警防課、電話55-2856へお願いします。富士本町軽トラ市を開催します。日時は10月2日日曜日の9時30分から14時まで富士本町商店街で行います。内容は商店街を歩行者天国にし、軽自動車により地元の新鮮な野菜や果物、食品、雑貨などを販売、太鼓演奏などのイベントが盛りだくさん。富士本町のご当地キャラクターロペティも参加します。なお当日は9時から15時まで交通規制を行います。ご協力をお願いします。お問い合わせは富士本町商店街振興組合、電話61-0715へお願いします。子ども医療費受給者証を郵送します。現在の子ども医療費受給者証は9月30日金曜日で有効期限が切れます。9月下旬に新しい受給者証を郵送しますので、10月1日土曜日からは必ず新しい受給者証をお使いください。お問い合わせは子ども家庭課、電話55-2738へお願いします。富士市政施行50周年記念自衛隊音楽隊コンサート in 富士を開催します。日時は11月1日火曜日の15時30分開場、16時開演でロゼシアター中ホールで行います。対象は小学生以上で、出演は陸上自衛隊東部方面音楽隊と富士市立高校吹奏楽部です。定員は500人、ただし応募者多数の場合抽選になります。入場料は無料です。
お申し込みは9月30日金曜日までに、往復はがきの往診裏面に観覧希望者の住所、振り仮名を振った氏名、電話番号を、返信表面に観覧希望者の住所、氏名を記入し、郵便番号 417-8601 富士市役所観光課自衛隊音楽隊コンサートイン富士係までお願いします。はがき1枚につき2人まで応募できます。詳しくは観光課各地区まちづくりセンターで配布しているチラシをご覧ください。お問い合わせは観光課電話 55-2777 へお願いします。富士市森林墓園使用者を募集します。募集墓所数は芝生墓所が3区画から5区画までの空き墓所6墓所、普通墓所が12区画から32区画までの空き墓所44墓所です。募集墓所には空き墓所の建て看板を設置します。応募資格は平成27年9月5日以前から市内に在住し、市の住民基本台帳に記載されている人です。使用料は一括払い込みで1区画50万円です。管理料は芝生墓所が税込みで年額6480円、普通墓所が税込みで年額5400円です。お申し込みは土曜日、日曜日を除く9月5日から16日までの8時30分から17時15分までに、環境総務課で配布していて市ウェブサイトへダウンロードできる墓所使用申込書、申込者の住所、世帯全員の氏名が確認でき、本籍、続き柄がわかる住民票の写し1通、認め印を持参し、直接市役所10階の環境総務課までお願いします。事前に環境総務課で配布していて市ウェブサイトへダウンロードできる募集案内書を確認してください。申し込む人は事前に現地を確認してください。墓所は選択できますが、希望者が重複した場合は抽選になります。申し込みから使用可能まで約1ヶ月かかります。お盆と春秋の彼岸の各1日には臨時送迎バスの運行を予定しています。お問い合わせは環境総務課電話 55-2768、 ファックス番号 51-0522 へお願いします。スポーツ医学講演会を開催します。日時は9月29日木曜日の18時30分開演で、ロゼシアターショーホールで行います。講師は相沢病院スポーツ障害予防治療センター統括センター長の村上成道さんで、内容はスポーツ選手の強化育成とメディカルサポート、スピードスケートサポート10年の経験からです。定員は300人で先着順、参加費は無料です。お申し込みは当日直接会場までお願いします。お問い合わせはスポーツ振興課電話 55-2722 へお願いします。富士市コールセンター教えてコール富士をご利用ください。印鑑証明や住民票を取るために市役所へ持っていくものは、今週末市が主催するイベント情報を教えてなど、あなたのちょっとしたお問い合わせに専門のオペレーターがお答えします。受付時間は8時30分から18時まで、年末年始を除き土曜日、日曜日、祝休日も受け付けています。市役所のことでどこに電話をかけていいか担当がわからない、そんな時はぜひ富士市コールセンター
教えてコール富士、電話 53-1111 をご利用ください。今回の富士広報室は富士市からのお知らせをお送りしました。さて今回のエンディングは8月20日に富士山メッセで同時開催されたイベント2つの模様をお送りします。キッズジョブ2016では子どもたちがプロの指導のもと様々な職業体験をしました。自らの力で仕事の体験をするその姿や眼差しはとても輝いて見えました。また青春大賞中押し応援イベントでは市民一人一人の積極的なチャレンジを応援し富士市を元気にしていく青春大賞のチャレンジャーの中から選ばれた5組がこれまでの成果や今後の取り組みについて力強く発表しました。その模様をご覧ください。それでは富士広報室はこの辺で。